第2ステージはこちらマテリアルフィッシャーチームのメンバーとなります。話聞いてますか？マイクを持ってください。おはようございます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 。で、見ての通りスキーはマイペースなんでね、先ほどの北海道よりかはマシかもしれません。さあ、それでは、自己紹介の方させていただきましょうか。まずは、ともやくんですね、はい。石井ともやくん、1989年の5月23日生まれね。そこからちゃんと調べたんですよ。小樽北昇高校から東海大学サンミリオンスキークラブ、日本オリンピック委員会オリンピック強化指定選手ですね。日本を代表するアルペンスキーヤーの、石井智也くん。はい、おはようございます。あと何か付け出してほしいものある？今はゴールドウィンスキークラブ所属になってます。あ、今ゴールドウィンだね、はい。あ、ごめんなさいね。2014年には全日本選手権大回転優勝、はい、すごいですね。最近の大会では、わあ、今年先シーズンの12月の全日本選手権も優勝しました。おお、アルペンスキーヤー日本一ですね、今ね。3回目ですね、すごい。そんな石井君と、続きましては、昨日も紹介しましたね、あかりちゃん、1987年の3月17日生まれ、岐阜戦、国体出場とマルチに活動されております。そして昨年赤ちゃんをね、ご出産されて、岐阜戦には返り咲いて2位、あかりちゃんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いいですね。もう年々結晶が濃くなっていくね。昨日濃いって言ったらちょっと今日薄くなってる。そっちの方がいいと思う。時間なかったさ、朝眉毛がすごいですよ、本当に。もうエッチングって感じですさあ、そしてですね、昨晩私相手をしました、富山県から来られまして放置プレーされました、高瀬真一くん、今年の全日本では16位おめでとうございます。おめでとうございます。はい、彼に会ったら皆様アオリイカとお呼びください余計なこと言っちゃダメ。大丈夫です。はい、そうですか。マイクをこっち、マイク持ってるんですか。はい、マイクでね、始めましょう。ね、アオリイカね。はい。一杯じゃ聞かないよ。はい、わかりました。冗談です。さあ、そのですね、トップスキーヤー、まあ、どこからどう見てもですね、まず、新一は新一で、ね、アルペンスキーヤー上がりの10年間のブランから技術戦、明かりは明かりでね、ポールを滑らせたら日本一という、呪文様。そして今、現役のトップスキーヤー、このアルペンスキーヤーがベースとしたフィッシャーの板の紹介。もちろん技術戦に戦える、基礎スキーの説明もありますので、さあ、それではね、アルペントップの、石井君、この板のいいところ、はい、このスキーは、はい、僕が使用しているモデルと同じ193センチの、はい、R30 なので、フィス国際大会に出場する基準をクリアしているスキーになるんですけれど、はい、僕が先シーズン12月の全日本選手権で優勝した時と同じタイプになります。あの、他のスキーの板と違いってあります？まあ、フィッシャーのスキー全体的に言えることだと思うんですけど、はい、スキー操作がすごくしやすいという部分と、ターン導入のしやすさっていうところはフィッシャーのすごくいい部分だと思います。ね、海外でよくワールドカップとか見てると、フィッシャーの板持ってる選手多いですね。多いんですよ。ワールドカップでも、まあ、少し先シーズンは選手が減ったんですけれど、はい、常にトップ30に10名程度入るぐらいフィッシャーのスキー、特にスラロームは使用率が高くて、うん、さらにその下 あのヨーロッパカップっていう大陸別選手権があるんですけど、そこではもう本当にフィッシャーの選手ばかりで、先シーズンの11月に行われたヨーロッパカップで、はい、自分がスタートに行こうかなと思って、はい、自分のスキーとストックを取りに行ったら、はい、そこに自分のスキーとストックがなくて、あれないなと思って周り探してたら、はい、ロシアの選手がストック持ってスキー履いて、はい、滑ってくる選手を見てて、これ俺のスキーなんだけどって言ったら、そのロシアの選手は隣に自分のスキーとストック置いてあるぐらいフィッシャーのスキーだらけなんでそれって自分のスキーの板じゃなくて乗っちゃったら、はい、反則とかじゃないですか？まあ反則ではないですけど、やられた側は反則ですよね。ですよね。自分のスキー持っていくなって思うんで。ですよね。はい。さあ、でもね、僕が、アマチュアスキーヤーとして見るんですけども、トップ選手が履くスキーの板、僕も私も憧れで履いてみたいという一般の方が履いて操作ってできるもんなんですか？フィッシャーのスキーはできます。へえ。すごく、はい。まあ、先ほども言ったようにターンがしやすいっていうのと操作性が高いので。フィッシャーのスキーもサンドイッチなんですけど、はい、サンドイッチのスキー最初硬くて操作がしにくいっていうイメージがある方も多いと思うんですけど、はい、そういう部分が全くなくて非常に
履いた初めから全く気にせず滑ることができます。なので例えばの、まあ、名前は言いませんけど、あのブーツってすごい硬くてないない選手が履いてるけど私たち無理だよねってすごくなんか一歩引いちゃう方がいるような位置にいる板に思えたけど、はい、そうでもないと、うん、そうですね、全然気になさらず、ね、積極的に挑戦してほしいなと思います。実際ね、どこで試乗会かなんかね履いてもらいたいもんですよね。そうですね、まあ試乗会で試し履きできるのが一番いいんですけど、はい、まあ、あとはそのスキーのサイズとか、はい、ラディウスもあるのでその部分をこうその人なりにチョイスしていただけたらなと思います。じゃあもう今回これ買っちまえとかけてみようと。でまた失敗はしないです。タイムが、あ、失敗しない、はい、タイムが上がる、失敗しないと思います。なるほどね、はい、素敵な、すごく理解しやすい説明でございました。さあ、あかりちゃん。はい、あかりちゃんの、スキーの板はこれどうしましょう、基礎の方の板でよろしいでしょうか。そうですね、はい、まあ、基礎、これから基礎スキー始めてみようと思います、はい、っていう方であったり、まあ、あとはもうずっと基礎スキーやってるんだけど、あともうちょっと楽に、もうとにかく楽に軽いスキー持ってすぐパッと出かけたいっていう方にはこのプログレッサーっていうの、これ今18っていうので、まあ、ちょうど真ん中のところに当てはまるんですけれども、まあ、これがすごくいいかなと思って今回持ってきました。これは技術線で履いた板でじゃないですか。そうですね、これは大会で履いてる板ではないんですけれども、まあ、基礎スキーって言ってもなんでしょう、1級。じゃあ基礎スキーをやって技術に行こうかなっていう1個手前ぐらいで楽しめる板 ね楽しんでいただける板で、まあ、今トモヤが言ってたのと同じになるんですけれども、フィッシャーのスキーすごく柔らかいんですよ、いい芯材、はい、いい素材を使っているのですごくしなやかにたわんでくれるので、はい、まあ、簡単に曲がることができる。スキーを履くといつも25センチの足の人が突然160センチの長さのものを履いて曲がらなきゃいけないんで、皆さん大体苦戦しますよね、はい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 、カービングしたりも苦戦するじゃないですか、はい、だからそういうのを、まあ、簡単に曲がれるんだっていうようなのをこうアシストしてくれるスキーかなと思います。じゃあ今の話だと、ちょっと基礎スキーも含めて自分の基本のスキーをしたいなったらこれを買って、そうですね、よし明日レースだから足ならずでってこれ買って、はい、うん、そしてこれもう1本もまた結局3本買った方がいいっていう話ですね今日ね。そうですね、あおりくん、はいはい、まあそんなスキーの F18 と、はい、高須くんが持っているこの板は説明のお願いします。はい、フィッシャーには一番上に、ワールドカップの SL っていうショートターンの、まあ、スラロームの板があるんですが、はい、まあ、その下の SC というモデルになります。で SC なんですけども、本来まあ、ノーマルのものであればプレートがレーストラックという、まあ、普通のプレートがついてるんですが、レーストラックのもスキーはすごくしなって、はい、まあ、ショートターンがしやすいんですが、はい、ただその SL みたいなこう走りだったりキレっていう部分で、はい、やっぱり SL からかなりかけ離れてしまう部分があって、まあこれなんですけども実は早期限定で限定200台、なんですが、プレートを、まあ、レースの SL のプレートをこっちにつけて、まあ、ビンディングもこう選べる、まあ、13、17選べるんですが、200台のみ でこのスペックになると、SL に近いその、まあ、ターンのキレと走りっていう部分が、はい、本来の SC に少し加わってきますので、ちょっとその SC で物足りないなって方だけど SL はちょっと手強くて履けないなって一般の方は、なるほどね、うん、こういう板に乗ってもらうとすごくうまく滑れます。すごいいい話を聞きました。なんか、ね、マスターズの方なんかはこれ履いてトモヤ君みたいに滑りたいなって思ったらこれを履けば、そうですね、なんちゃって石井トモヤになれる。なるほど、マスターズ、そういえばね、ちょっとこのフィッシャーの板がきっと今年多く見れるんじゃないかな、見れるんじゃないかなっていう、来年ですね、2019年、尾瀬岩倉でやるマスターズカップ、ご年配の方々の何百人、はい、千人ぐらい出る大会、マスターズ、すごいですよね、はい、それ僕 MC と思われまして、そこにみんな来るんですか。いつですか。お父さんが行きます。お父さん来る、はい、ネタがいっぱい転がっております。そしたらですね、その大会に出るためにちょっと早めにゲレンデに行き、足慣らしでこの F18 で
滑ってそしてよしスラロームだしたっていう前にちょっとスラロームのスラは今履かないでちょっとあのこれで練習しちゃおうかなって土曜日練習して本番でこれを履く最高の3点セットじゃないですか。本日、3点まとめて買った方には、3点 一発買い、ご購入価格なんかありますサービスは漏れなくカスタム価格ではいご提供いたします。カスタム価格で、はい、そのまんまの通りですでも今日売り場にいればね、基礎の話もアルペンの話も もちろん聞きながら自分逆に来年とかさ自分の滑りを取ってもらったやつを持ってって、はい、このスキーの人でこういう滑りなんですよって見てアドバイスするとかダメなのかな。全然いいですよ。すごくいいと思いますよ。そうのような積極的な方は待ってます。本当に、はい、結構いますよね。こういう滑りなんですけどどういうスキーが合うと思いますかとか。あでも本当はこう滑りたいんですよ、うん、なるほどね。やっぱこういう会場があのザウスみたいな室内スキー場の周りにこのテントがあって受注化があったらいいよね。そうですね。滑れて滑りながら雰囲気かなり出ますね。途中お昼休みにはもうスーパーデモンストレーションがあり選手も滑ってそう選手のアルペンスキーやバーサス小学生とかねそれ楽しい、うん、そういうなんかねあのイベントができればいいんですが、やっぱりそこでもやっぱり一番多く測れる板はフィッシャーだと思います。違うメーカーでもきっと違うこといいと思います番組ですからね。まあ、こんな感じで紹介しておりますけどどうです、来年の、レースに向けて準備かなんかされてますか。はい、はい、今、まあ、トレーニングも来季に向けて夏の陸上トレーニングしてるんですけど、はい、まあ、今はただひたすら自転車を漕いでます。おそう自転車を漕ぐっていうのはどこの筋肉をどういうふうに、まあ、筋力アップというよりは有酸素能力、はい、1年間シーズンを戦う体力であったり1日たくさん滑ってもちろん疲れるんですけど、はい、次の日にその疲労感を残さないための有酸素能力っていうのが非常に大切で怪我の確率も少なくなるので、あなるほどね、はい、ですごく時間がかかるので、うん、シーズンが終わったこの 1,2 ヶ月間約8週間ぐらいのところに集中してやってますよ、ね、あのバイクっていうのは自転車でしょ。はい、まあ、走らんでもいいんですけど自転車でこいでてさ、はい、疲れたらはーとか言ってカラララララララって言って全然やっちゃダメやらないです。それママチャリじゃなくてやっぱりこういうロードバイク。はい、あの室内でこいでることが多いんですけど、まあ、今日も朝朝から、はい、もう疲れてて眠いとか嫌だなとか思わないですか。いや思いますよ思うんだやっぱり泣きそうになりながらこいでるんですけど。何分ぐらいこぐんですか。何分週720分です。週720って言ってもピンとこないと思うんですけど1日120分だから1日2時間を6日間やれば720分1時間1日2時間ずっとこぎっぱなし30分を4セット。うわ何か音楽聴いてるんですか。何かを見つめてるんですか。一応音楽聴いたり今携帯で動画も見れるので、はい、見てはいるんですけど頭には全然入ってこないです。ですよね。やめたい。やっぱ太ももが時計を見ると進まないのが分かるので、うん、タオルで必ず隠して見ないようにしてます。その努力が日本トップアルペンレーサーですもんね。はい、じゃああかりちゃんは子育てしながらおしめ変えながら練習してるんですか。そうですね、まあ、ともやみたいにちょっと走りにすぐ行ってきますって行ける状況ではないので、はい、まあ、家でできるトレーニングはしてるんですけど子供だ抱っこしたからスクワットするとかちょっとまあ幸いあの横綱級の息子がおりますので旦那が横綱だもんね、うん、そんなこと言えないそんなことないです生放送ですよ、はい、ゴールドインコーナーでお会いできますのでまああのちょっと技術展 の DVD 購入して、ええ、あの見てあこともっとこう自分のイメージと滑りが全然なんか違ったのでおあもっとこうしようかなとかなるほど来年もっとこうしたいなっていうなんでしょう戦略じゃないけど計画を今ずっと立てて思いつきはこうメモってっていうのをひたすらやってます ね、1年間ブランク開けて2位に返り咲きましたからね。そう1年ブランク開いてないですよ。あそのまま産んですぐ3ヶ月後に去年出場してで今年産んでから2年目だったんですごいですよね。はい女の力
まあまあまあそんなですね、女子校行ってもバッチリフィッシャーの宣伝をしながら頑張ってもらいたいと思います、はい、頑張ります。さあ富山県でね、ナショナルデモンスターといったらデモンストレーターといったらこの高瀬真一しかいません。どうも。はい、昨日も話したんですが、なんで16位なのって1位狙わないのって結局お酒を飲んだらそういう話になったんですが、彼はすごくいいことを言いました。だって俺スキー楽しいんだもん楽しいんだもんで16位ですよだから楽しいんだもんって言いながらも来年はベスト10入り。そうですね、入りたいです。いや、いけると思いますよ。はい、はい、います。敵はたくさんいるようでそうでもないんで、ああはいと思います、はい、まだやっぱり人間って僕思うんですけどメンタルですよね性格がすごくいい子なんですよね。だ突然スイッチ入ってあんなやろうったら絶対いけると思うんですよぜひ、はい、オフトレは何をされますか。アオリイカを釣りに行く。そう、はい、釣りもうなんかそろそろアオリイカが上がり始めてるって情報が入ったので、はい、3倍ぐらい届くかもしれないオフトレは何をされてます。もう僕もあまりこうオフトレというかやる時間がなくて、ちょっと仕事が忙、まあ、日中肉体労働なんで、はいはい、まあ、一日中重いもの持ったりして、まあ、帰ってさすがにさあ走りに行こうかってなかなかできなくて、空いてる時間は、やるようにはしてるんですけども、うん、はい、やっぱり社会人なので仕事をちゃんとしてその延長に社会人で事業主で、それで16位でスキーが楽しくてやってる10年間のブランクがあってもベストでトップに行ける、さすがじゃないですか。はい、まあ、たまたまですね、うん、はい、でもきっと重たいものを持つというのもここでこういう持ち方をするのにちょっと背中の筋肉使おうかなって持ち上げたりするんでしょ。そうありますね、たまにでしょ、こう重いもの持ち上げるときにちょっとスクワット的な感じで、うん、周りの人あいつなんか荷物の持ち方変だぞ僕はスキー屋ですって看板しょったらいいですよさあ、残りあとわずかとありますが、ちょっとしたオフトレの話をしましたが、トモヤ、フィッシャーに求めるもの今後超改革という今年の今回のテーマなんですが、はいはい、求めるもの、はい、まあ、ブーツが2年前になるのかな、ポディウムっていう風に変わって、そこはすごく僕もちょうどマテリアルを変えた年になるんですけど、はい、テックからポディウムっていう部分はすごく変わったなっていう風には感じてます、ね、はい、じゃあ今のところ超改革はせずに、まあ、今ちょうど改革されてるってことですね。そうですね、改革されて安定してきたところになるんですかね、うん、あ、なるほどね。じゃあそれを完全に自分のものにする時期ですね、はいはい、じゃあ、あかりちゃん、フィッシャーに求めるものは。そうですね、これから、まあ、今ずっと軽さ、はい、簡単っていうのが売りなフィッシャーだったんですけど、さまざまなどんなシチュエーションでも、うん、ここで使えるのがやっぱりフィッシャーだっていうスキーがどんどん出てきて、まあ、ブーツもそれに合わせて進化しているので、はい、まあ、もうすべてオールラウンドにオールマイティーにこなしてくれるフィッシャーを求めてます、はい。まあ、逆にそれがお客様に伝わりますから ね、 そうですね、今日ここに、フィッシャーファンがこんなにいます。何台売れるんでしょうね、600台ぐらい売れそうですね、はい、さあ、アオリイカ、高瀬真一君、求めるものは。はい、フィッシャー僕も履いて長いんですけども、はい、やっぱり年々良くなってきてて、どうしても一般のお客さんには、ちょっと扱いづらいんじゃないかとかっていうイメージがこう定着してるんですが、すごく今は誰が乗ってもタイムが出る板、誰が乗ってもうまく滑れる板ってなってきてますので、もっといろんな方に、まあ、あまりそういうふうに壁を作らずにこっちに入ってきてもらってたくさん入っていただきたいなと思います、はい、じゃあ最後に僕がまとめます。超改革はみんなとりあえず入ってごらん、それですね、はい、ということで売上倍増、600台が1000台に変わります、そんな話で、フィッシャーチームでございました。ありがとうございました、それではラバ放送終了となります